はい、どうも皆さん、ズマです。それでは、引き続きね、やっていくとしましょう。まあ、とりあえず、だいぶ、安定してきたので、次は家ですね。人口を少しだけ増やすために家を建てます。まあ、とりあえず一軒だけね、建てましょう。こんな感じどうですか？まあ、ちょっととりあえず家を。まあ、家はすぐ建つと思うんでね。さあ、というわけで、家が建ちました。なんかね、ちょっと、たかだか家一軒建てるのにえらい時間かかったんですけどね。まあまあまあ、こんなもんでしょう。では、とりあえず、現状やることがないんですよね。人が増えるまで。いや、本当に、均衡がうまく取れてる状態だと思うんで、まあ、食料がオーバーでしてますけれども、ちょっと人口が増えるまで待ちたいところですね。あとは気になるのが、健康状態があんまりよろしくないので、なんか少しずつ減少しつつあるので、まあ、できれば、この、ハーバリスト、薬草を持って、ちょっと健康状態を保ちたいところですけれども、まあまあまあ、それも、とりあえず、おいおいって感じですかね。こう、薪にしても、鍛冶屋にしても、上限に届いてしまってるので、まあ今日もうこういう感じですからね。小屋が容量満杯になりつつあるんで、今はもう完全に食料過多の状態ですね。需要と供給で、供給が需要を上回っちゃってる状態なんで、まあ、この二人に、18歳と17歳なんで、もうね、真っ盛りなんでね、バンバン励んでもらって、ガンガン産んでもらいましょう。ここはちょっと複雑な環境を築いてるようですけれども。なんで、もしかしたら家をもう一軒建ててもいいのかなとも思うんですけどもね。なんか、ちょっと後々怖いかなっていうのも感じるんですけど、どうでしょうね。もう一軒ぐらい立っちゃってもいいかな。立ってみますか。ちょっと立って、待ってみましょう。二軒目はなんかえらいあっという間に立ちましたね。すぐさま人が住み着きましたね。あ、子供が生まれましたね。で、ちょっと今、この下のマークに出てるように、いっぱいいっぱいになってきました、倉庫が。本当に、もうちょっと溢れ返ってる状態ですよね、食料が。まあ、どこで均衡が崩れるかわからないっていうのが、この手のゲームの恐ろしさなんでね、まあ、それはちょっと気になりますけど、今、ポポって外に溢れてましたもんね、多少。まあ、ちょっと、とりあえず様子見ですかね。この辺も。人が増えるまでは身動きが取れないかなっていうような気はしますけど、まあ、今ちょっと食料が余り気味なんで、その食料を取ってる連中を他に回してもいいかなとも思うわけなんですよ。ちょっとハーバリストだっけ、ハーバリストをちょっと作ってみましょうか。こういう感じどうでしょう。道も敷設して、じゃあちょっとこれが立つまで待ってみましょうか。ハーバリスト立ちましたので、まあ、早速なんですけれども、一人働かせ始めましょう。で、ようやくね、二人成人して、まあ、働き手が二人増えたんですけれどもね、まあ、それにしてもまだまだ、人手が足りず、っていう状況は続いてますね。でも、これで多分調子乗って、家建てまくると、えらいことになると思うんでね。まあ、ちょっと難しいなっていう
感じのところではあります。なんで、まあ、ちょっとこの辺の石とか鉄とかを取り除くことに頑張ってもらうのがいいかなと思うわけです。今子供がまた2人生まれてるんでね、その子らが成人するのを待って、であとはまあ学校が今学生ゼロか、学校がどうなるかなっていうのが気になるところですよね。まあ、貿易もそろそろ始めてもいいかなと思うんですけれども、にしてもやっぱ人が足りないなっていうのは印象はありますね。しかし嬉しい悲鳴ですよね、こんなにストレージがバンバンになるっていうのは。まあ、子供のあと本当にでも成長を待つばかりですかね。家もう一軒建てるとどうなんだろうな。ちょっとこういう状態だから建てたくなるですけどね。でも一つの家族が複数の子供を持つっていう風に考えると、あー、おいおい大変になってくるんじゃないかなとは思うんですよ。なんでちょっとまあ家3軒で様子を見ます。でも今こういう状態になってきてしまっているので、まあ、次は貿易、人が、冬か。人が増え始めたらちょっと貿易を始めようかなと思います。この様子がもう、あと半年ぐらい続く、次の夏まで続くようであれば、家を建てて、子供を増やすっていうのもありかもしれないですね。ちょっとあんまり急激に家建てすぎると人が増えすぎて、やっぱまた食料危機が発生するんで。なので、まぁちょっと慎重に行きたいと思います。まぁ、この手のゲーム、まさかずーっとこのまま落ち着くっていうのは考えられないですけどね。どっかに落とし穴余ってるんでしょうけど。できる限りその落とし穴は回避していきたい。ところですよね。ずっとフルになってるなぁ。あー、もうこういう状態か。これが 100% な上にさらに溢れ返ってるみたいな。木材も溜まり出してますね。増え始めてますね。これも、これもハーブももっと積ませろって言われてるし。家をもう一軒建てて、いやー、どうでしょうね、これね。子供が、でもここに子供が、この家に子供が生まれてないっていうのが気になるところですけどね。もう一軒建ててみよっかなまあまあ、でも夏までとりあえず待ちましょうか。もう春ですからね。夏が来ましたが、まあ、至って極めて安定してる状態なので、ちょっと家をもう一軒だけ建ててみます。ただ子供が成人するまでにやっぱりちょっと時間がかかるんでね、成人した時にどうなるかっていうのは少し気になるところですけれども、まあ、にしてもこれだけ貯金があれば大丈夫だろうと思うので、まあでも全て材料は揃ってすぐ立つことでしょう。もう少し働き手が出てくれれば貿易したりとかいろいろ動きようもあるんですけれどもね。また子供が生まれましたね。まあ、この辺の今生まれてきてる子供が育った時にどうなるかっていうのが多分一つの分かれ目だと思います。もう今はもうこいつらみんなハッピーですからね。これはでもちょっとひどいよね。このありさまは。まあ、どうやら、5年目の冬ですか。5年目の冬も、なんとでもなりそうですね、もう。薪も安定、ツールも安定。
まあ、各自家がない連中がちょいちょいいますけど、ダウンは取れてるし、食料は有り余ってるしっていうんで、もう何も怖いものはない状態ですよね、今ね。もうこんな放置されてますもんね。ひどい。さあ、ずいぶん時間が経ちました。ずいぶん時間が経ちましたが、ようやくですね、一人、ようやく働き手が一人増えました。でももう見てください、このありさま。ちょっとひどいでしょ。もう散乱してます、あっちこっちに。なので、もう一軒だけね、家を建てようかなと思います。もう一軒家を建てて、まあどうなるか見てみましょう。で、それと同時に、今度は、裁縫ですね。毛皮が、引き取りと完全になくしてってるんで、仕立て屋を作って、洋服を、まあ冬対策で、洋服を作り始めます。で、この次に、いよいよ貿易ということになります。まあ、まずは、この二つが経つまで少し時間を使いましょう。ちょっとね、ハイペースで家を建ててるんで、この子供が全部成人した時にどうなるかなっていうのはありますけれどもね。ただ今学生が一人、子供が三人なんで、それを補って余りあるほどの資材は、あると思うんでね。まあまあまあ、しばらくは大丈夫でしょう。まあちょっと、この辺を立つまで、しばらく待ちましょうか。できました。仕立て屋さんが。なので、早速ですね、服を作って、作り始めるとしましょう。で、さらにもう一人働き手が増えたんで、さらに貿易も開始することにします。これかな？トレーディングコスト。この辺どこに近いんだろう？この辺になっちゃうのか。あ、ちょっと地形があんまりよろしくないですね。まあでも、しょうがないか。この辺で作ることにしましょう。でまあこれでとりあえず第1段階は完了ということになりますね。でこれで、まあ、貿易を開始してどうなるかっていうのが次様子を見ることになるんで、次回は、このトレーディングポストで貿易を開始するところから始めたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。